ハイレ・マリアム・デ・サレン・ボシェは、エチオピアの政治家。2012年から2018年まで、同国の首相を務めたほか、2010年から2012年まで、メレス・ゼ・ナウィ政権下で副首相権外相。2012年8月の、メレス市教は、首相代行を務めた。2012年9月15日には、与党エチオピア人民革命民主戦線ではなく、 ただ一人のイエスを信じるエチオピア使徒教会に所属している。正式な使命はハイレ・マリアムで、エチオピア正教会の天礼に用いられる、ゲーズ語で、聖母、マリアのお力を意味する。次の、デサレンは、父のデサレンボシェの名前で、アムハラ語で、私は、嬉しいという意味である。1988年、アディスアベバ大学で、 土木工学の学位を取得。その後、アーバミンチウォーターテクノロジー研究所に大学院生として在籍する傍ら、助手として勤務した。2年間勤続した後、フィンランドのタンペレ工科大学の奨学金を獲得し、衛生工学で修士号を取得。エチオピアに帰国後は、ウォーターテクノロジー研究所の学部長を13年間、務めるなど、 様々な学術職や行政職を歴任した。また、その間に、アメリカ合衆国カリフォルニア州のアズサパシフィック大学で組織指導論の修士号を取得した。1990年代末から2000年代初めにかけて、ハイレ・マリアムはエチオピア人民革命民主戦線の党員として政治に深く関与し、南部諸民族州の副知事になった。全民のアパテキショは、 汚職疑惑で権力の座から下ろされたが、実際には2000年にティグレ人民解放戦線が分裂した時、アバテがハンメレスゼナウィ陣営を支援したため失脚したのだと信じられた。また、彼が良い教育を受けておらず、在任中に指導力を発揮することがほとんどなかったという意見も広く共有されていた。2001年10月から2006年3月まで南部。 庶民族州の知事を務めたハイレ・マリアムは2010年10月に副首相兼外相に昇進した。同州知事の任期満了後は首相府に社会問題、市民組織及び共同担当顧問として2年間務めた。そこでは地域の政治活動に対する国際的な非政府組織の介入を制限する事前団体、協会宣言法の法案作成チームを率いた。 同法は2009年にエチオピア国会で承認された。また、選挙結果をめぐって騒乱が生じた2005年の総選挙後には、イプドフに組織改革を迫り、1対5モデルを通じて、党員数を2010年の総選挙までに40万人から500万人に激増をさせた。こうしたことから2010年、ハイレ・マリアムは副首相と外相という二つの、 閣僚級のポストに就任した。2011年12月には外務省品格として訪日し、藤村治内閣官房長官や黒派光一郎外相と会談した。長期にわたって首相を務めていたメレスゼナウィが2012年8月20日に死去すると副首相のハリレマリアムが首相代行に任命された。9月21日、ハイレマリアムは 正式に首相となった。首相就任後は2013年5月から6月にかけて第5回アフリカ開発会議に参加するため訪日し、安倍晋三首相と会談した。2014年2月、ハイレ・マリアムは二国間関係の強化について話し合うため、アブディウェリ・シェイハ・アフメド・モハメド首相率いるソマリアからの訪問団とアディス・アベバで会談した。そこで彼は、 ソマリアの平和と安定化に向けた努力に対する継続的な支援を確約するとともに、ソマリア軍の増強構想に対して、経験の共有や訓練を通じて援助する用意がある、ことを表明した。また、両国は二国間の貿易や投資を拡大すべきだとも、述べた。さらに、強まりゆく二国間の結びつきを全政権による、非生産的政策の終焉と、 両国の安定こそが有益である新しい章の幕開けを隠すものと評した。アフメドはこれに関連してソマリアの和平安定化プロセスにおけるエチオピアの役割や対アルシャバブ作戦への支援を称えた。その上エチオピア軍のソマリアへのアフリカ連合ミッション参加の決定を歓迎した。会談では警察力の強化、情報分野のカバー、 航空部門の3つの分野における協力で合意し、提携と協力の促進に向けた覚書を取り交わして終わった。ハイレ・マリアムは、全政権の経済政策を引き継いで、第25可燃計画、成長と構造改革計画をスタートさせた。これにより、エチオピアは、経済発展を続けて2014年には、世界一の経済成長率まで記録した。この高成長は、 アディスアベバライトレール、ジブチエチオピア鉄道、グランドオルネッサンスダム、ハワサ工業団地の建設などによっても支えられた。2015年9月、北京で行われた中国人民抗日戦争、世界反ファシズム戦争勝利70周年、記念式典に出席した。ハイレ・マリアムと会談した欧州議会議長のマルティン・シュルツは、彼が国の民主主義を強固なものにし、 多元主義をより大きく、市民社会をより自由にすることを考慮に入れ、エチオピアの憲法に明記されている自由を支えようとしていることは明らかだと述べた。ハイレ・マリアムの首相就任以降のエチオピアでは、全政権下では認められていなかった大規模な抗議活動が見られるようになった。2015年から2016年にかけて発生した反政府デモでは治安部隊との衝突が発生し、 国際人権団体は500人以上が犠牲になったと集計している。この責任を取る形で2018年2月15日首相とイプドフ議長の両方を退任すると発表し4月2日に正式に退任した。同年8月にエチオピアでかつてジェノサイドを行ってジンバブエに逃亡した元大統領のメンギスツハイレマリアムとの記念撮影を Facebook に 投稿したところ物議を醸して写真を削除した。ありがとうございます。